もこんにちは、梅酒の店パカパカ店長ともきです。今日はお知らせがあって撮影しております。何のお知らせかと言いますとね、ちょっと前からご要望があったんですけども、ついに決めました。4月の9日 CCB ファンの集いを行うことを決定いたしました。サブタイトル、これね、 CCB ファンの人だったらもう分かると思うけど、4月の頭といえば桜前線まっさかりみたいなね、別に真似してるわけじゃないけど、多分、ね、聞き覚えがある人も多いかと思います。でね、時間は13時から日曜日なんですね、4月9日の13時から17時を一応ベースにして考えております。で、場所は知らない人もいるんで一応言っておきますけど、宇都宮、東武宇都宮駅っていうのがあるんですね。デパート兼駅みたいな東武電車の終点の駅があるんですけども、東武宇都宮駅の正面の通りに来るとね、すぐ分かると思うんですけど、梅酒の店パカパカで行います。なるべく気軽に参加してほしいので、今回はランチの雰囲気で行いたいなと思って、ランチメニュープラスソフトドリンク飲み放題、まあこれが一つのスタイルなんですけど、まあランチはねこんな感じのメニューになってます。まあ普段は日曜日やってないんですけど、この日は OK ということで、まあとろけるステーキが1210円からね、平牧三元豚のロースカツが1430円、プラスソフトドリンク飲み放題がね1100円になってます。12月かな、一回アンケート取ったんだけども、土曜日の飲み会と日曜日のランチ会でアンケート取ったんですね。でその時に実は6割は土曜の夜飲み会がいいとあったんだけど、64ならばうちだとしても最初だし日曜日にやろうと思って日曜日に決めたんですけども、そのランチメニュープラス、まあ、生ビール2杯までとハイボール梅酒が5種類が飲み放題で、まあ、税込み2200円っていう風になってます。どういう感じでどのぐらいの人数がね集まってくれるかがわからないので、とりあえず1回やってみようかなと思ってます。で一応完全予約制で、ひょっとしたらいけないかもしんないけど一応予約しておくねっていうのもありです。そんなにうちら特別用意するものもないんで、当日キャンセルになってもそんなに影響はないので、お気軽にとりあえず何人ぐらい来るかなっていう頭だけ想定したいので予約してくださいみたいな感じでね、今回は考えております。この CCB のまあファン交流会っていうかね、なんで行うかって言ったら、ある方がインスタで僕やり取りしてるんですけど、今度ぜひパカパカさんで CCB ファンのための企画をお願いしますって昔言われたことあってね、でちょっとやり取りして、その中のまあそういう中リュウさんが亡くなってしまいましたけどね、お別れ会みたいな寂しい感じではなくて、食べて飲んでみんなで楽しく思い出語りができたらいいですよね。私たちの中では CCB は永遠ですからっていう言葉をね言っていただいて、本当にそうだよなって、へこむっていうか、悲しんでいるよりもなんかリュウ君を思い出の人にしないで、もうこのままのリュウ君でいてほしいなっていうか、まあうちら語れればなんていうんかな、まあ今だったらね本当に YouTube の中でも生きてるし、SNS の中でも生きてるし、なんかそんなに亡くなったっていう実感まだまだ湧かないし、ファン同士だいたいこの世代って CCB ファンの世代ってもうお子さんがいてもかなり大きいとか、もう子育て終了みたいな人もたくさんいると思うんでね、なんか比較的出歩きやすい世代になったのかななんて思うので、余計にこういう企画もなんか、まあ、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県ぐらいの人は来れるのかな、まあ、東京あたりから来てくれたら本当に嬉しいんですけど、どのぐらいの人数でできるかは本当にクエスチョンなんだけど、まあ5名様ぐらいは集まるだろうなと。でまあ5名から10名様ぐらいの規模でみんなでワイワイいろんな話をできたらいいななんていうのを趣旨にやっていきたいと思います。本当によかったら来てください。詳細は概要欄に書いておきますので、そこをもらってもいいし、本当に詳しく知りたいよっていう人はパカパカの方にね電話くれてもいいので、そしてねひょっとしたらね、今回っていうかこう CCB 交流会参加してくれると、また関口さんのライブをやるときに優先的にチケットを確保するかもしれないよみ
みたいな感じで今日はねこの辺で終わりにしたいと思いますけど、ぜひ遊びに来てください、はい。こんな感じで今日は終わりにしていきたいと思います、最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。良かったとか思ったりね、行きたいなとか思った人ぜひ高評価ね、グッドボタン押してほしいし、チャンネル登録も今年は目指せ500っていう目標を立てたんでね、本当に頑張っていきますので応援よろしくお願いいたします。それではまた、バイバイ。